なんかカントリーミュージックっていうか、カントリー奏法っていうか、これ弾けるようにするといいんじゃないの？今多分見てる人でも、やっぱ多分知らない人がたくさんいると思うんですよ。その、じゃあ、こんな弾き方があるんだぞっていうこ例えばとを。ね、よく言います、ツーフィンガーピッキングってのありますね。はい。はい。だから、まあ、最初に当時の教則に載るのはカーターファミリーピッキングっていう、これは親指でいったと。すごい素敵。こういう弾き方ですね。すごい素敵。もうツーフィンガーだからもう親指と人差し指しか使ってないですよね、ね、今ね。これは肩ファミですね。はい。で、これを、はい。すぐ三角とかティアドロップでやると、はい、これまた肩ファミじゃなくなるんですよね。仕方ないわけですね。あ、ちょっとなんかニール・ヤングとかね、あっち側の匂いが出てきますね、ザ・バンドとで、か。今度はツーフィンガーピッキングですけども、ツーフィンガーって当然2本ですね、スリーフィンガー3本なんですけど、これはだから2本使う、3本使うと思ってる人はいるけど、これ大間違いなんです。2本使っても3本使っても同じ音を出さなきゃいけないんです。ああ、要するに2本の使い手なのか、3本の使い手なのかで、でも、やれることは同じであると。例えばですね、今、2本でいきますからね、はい、同じ音です。すごいすごいすごい。それで何が違うかっていうと、ツーフィンガーはここまで出ていくんです。スリーフィンガーは出ていかないんです。ここでここ守ってるだけです。本当だ。これはね、親指が要するに6、5、4っていうのを守っているのが3フィンガーであって、2フィンガーになると2弦までいく、親指の働きが大きくなっちゃうんだ。すごい。すごい。もうバッチリじゃないですか。このまま番組終わりちゃうんだけど今。いや。なんか幸せ。だからこういう弾き方が今やる人いなくなっちゃったからね。これはカートハンですね。途中から。すごい。これカートファミリーピッキング。これとバゼルっていう、これカートファミリーなんですよ。かっこいい。変な弾き方なんですよ。カントリーって最も難しいんですよ。僕本当難しいと思います。単純だから難しいんですよね。単純っていうか、すごくハイテクだと思うんですよね。なんかソロとかにしても、ティータカティカティカジゴ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 もそうだけど、あの下手なヘビーメタルより全然速いじゃないですか。速いですよ。ありえないぐらい。それでこれみんな知らないんだけども、ファズにしてもワワワにしてもな、こうフットペダルありますね、はいはいはい、あれ全部カントリーが考え出したんですよね。なんかすごいなんか勉強になっちゃいました。せっかくなんで、なんかやります？なんか僕どうしても聞きたい曲があるんですけど。ないですよ。なんでですか？ん？あのもう日本的な代表的な名曲、一本でも人参軽く聞かさせていただきますか？知らないもん俺。ええー。なんかポなの？え？
一本でも人気、二足でもサンダル、三層でもヨット、四粒でもゴマシオン、五台でもロケット、六話でも七面鳥、七匹でも八、八頭でもクジラ、九杯でもジュース、十個でもイチゴ、イチゴ、ニンジン、サンダルヨット、ゴマシオ、ロケット、七面鳥、八、クジラ、ジュース、タティンタンタタンタタレラランランタンタティララ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 、ありがとうございました。